こんにちは。今日の切り抜きニュースは、今年初っ端、今年一発目の、大津さんとの、交渉を本日進めました、私の方から1月7日の時点でですね、私の方から LINE で大津さんにアプローチをしました、ぜひ党に残留するための、残留したい、そのための条件を話をさせてほしいということでですね、まあ、大津さんの方がこう体調がちょっと悪いということで、13日以降だったらお会いしてできますが、それまでだったらズームにしてくださいということでですね、一刻も早く、した方がいいということでですね、今日の朝の10時からですね、約90分ほど大津さんと、お話をしました、結論から言うと、何も進みませんでした。お話の方、今現在離党も残留も決めておりません。まだ最終向こうと条件を詰めていかなければならないことというのがたくさんある中ですね、まだ決めかねている状態です、期限は1月16日です、それまでに、私の出した条件というものを、どこまで大津さん側が譲歩して、しっかりと考えてくれるのかというところでが、最終の判断しようと思います。私の提示した条件というもの、9点ありますので、まずその1、スタッフの給与を偏りなく支払うことをまず出しております。スタッフであるとかスタッフでないとかっていうところをですね、大津さん側の方から、勝手に決められても、非常に困りますので、偏りなくというふうな、ことで支払うことということで、まず一つ出しております。二つ目、債権者リスト名簿に記載のある方へ偏りなく返済すること、こちらも同じくです、そして3つ目、まず政党交付金の議員割は議員が管理すること、これ3つ目につけております、政党交付金が入ってくる中ですね、約、2300万円ぐらい、2370何十万かっていうのは、議員割という形で議員に振り分けられた、ものなんですね。どんなお金の使い方が使われ方をするのか、全く不明ですので、私の決裁権を持って、しっかり党の運営に使えるように、議員割に関してはまず私に 100% の決裁権を渡してほしいというふうな条件をつけております。そして4つ目、政党交付金の使途は大津市斉藤市の両決裁を必要とするおよび会計帳簿を全て明らかにすること、これまさに大津さんが言ってたことなんですね、全てスケルトンにすると、一丁目一番地、政治と政治資金しっかり表に出すと、そこの部分に関して私は要望しました。大津さんが言ってる通りのことをやりましょうと、あくまでも出金するのは1円単位で斉藤と大津が両方の決裁がないとできないという形がいいのではないのかというところで私の条件として、付け加えました、そして5つ目、裁判の円滑な進行に互いに協力することということですね、向こうはどうしても見た感じ裁判の引き延ばしが非常に感じられます、向こうは裁判を長引かせれば長引かせるほど、代表権というものを維持したままという形なので、この裁判に関してはしっかり円滑に協力をしてくださいというふうな要請をしております、そして6つ目、党の口座に着金し自由に使えるようになった金額と残高を、そして借用書の存在を全員に滞りなく通知することというふうに、言っております、これに関してはまず8300万円、向こうに入っているはずなんです、これ向こう明言を避けてるんです。もう何度もズームの中で聞きました。これも全部はぐらつかれました。もうしつこくしつこく何度も聞きました。答えませんでした。一切まともに何も答えませんでした、そして7つ目、これらの約束が反故になった場合は、私自身の離党を辞さないことから、あらかじめ、斉藤の離党届をですね、日付なしの、判子を押してもらって作成して斉藤健一郎が管理すること、これも条件につけております。ここで私が、党の所属 を、証明書を出してしまうとですね、1年間党にロックされます。要するに好きなタイミングで党から抜けれないです、大津さん自身の、代表の印鑑がないと抜けれない、イコール政党交付金が交付し続けられる状態になりますので、4回に分けて入る政党交付金というのが全て入る形になりますので、約束を反故にされたところで、離党できなければ結局大津さんの手元に政党交付金が全部入ってしまう状態になるので、私がいつでも抜けれる状態、そのために離党届に印鑑を押してくださいというふうな、お話をして、それを私が管理しますということで、そして8つ目、 NHK 問題に取り組むこと、あくまでも我々が120万票を得てですね、国政政党に押し上げていただいたのはあくまでも NHK の問題があった、その背景があります、それに関して NHK 問題というものは今後も真摯に取り組んでいく必要というものがあります、しっかりそれを明言させたいなと思い条件に入れております、そして9つ目、斉藤を役員に入れること、役員に入らなければ役員の中で勝手に決めるっていうことが、今後間違いなく起きるでしょう、党に、残留した場合に、
その場合にしっかり役員としてですね、しっかりスケルトンにすると言ったからには私は徹底構成するために中に入ってやるために役員に入れることという条件をつけております。この9つの条件を私の方から提示をしました。これズームの中でこの話をしたかったんですけれども、先ほどはぐらかされたばっかりで結局は何の回答も得れなかったんですね。この条件がイエスであれば即私は残留しますと今日決断できました。斉藤さんの言う通りその条件分かりました、飲みましょうと。債権者のためにその条件を飲んでスケルトンにすることで明らかにすることなんでいいでしょうと。そのためにじゃあ斉藤さん等に残って正当交付金を受けてそれを原資に返済していく、そうしましょうという話を今日は決着をつけたかったんですけれども、結局はここのこれも書面でください、文字でくださいという形でですね、まずそもそも聞いてもらうことすらできなかったので、その後 LINE で今言った内容をですね、送りました。返信がありました。その返信をもうそのまま読みます。嫌がらせをされるので当院や業者その他の情報は共有できません。不正や嫌がらせ行為を行ってきた旧執行部に裁判や捜査状況も共有できません。調査委員もですがスタッフは支出については皆把握していますし、以前の体制と違いしっかりした監査に依頼して政治と金一丁目一番地に党として活動していくので元凶である方々と関わることは難しいです。斉藤さん個人と信頼が築ければよかったのですが、3月29日の立花隆のためなら懲役行きます、イエスマンでいて損したことが一度もありませんというお言葉に先ほど偽りがないとおっしゃっていたので、そのような方と建設的な話はできないと思います。加えて録音もありますが、斉藤忠之氏があなたたちは民事再生によって破産をむしろ望んでいるとおっしゃっていた、本当のところは離党し破産せざるを得なくなり借金をチャラにしたいのではないかと今回の離党によって確信しましたとの返信がありました。はい。そして回答についてです。代表権裁判に望みをかけていらっしゃるのであればそこまで所属なさったらどうだろうとも思いますが判断はお任せします。1,2,5,6 に関しては裁判の結果または適法な手続きに従ってなすべきことを粛々と進めます。 1,2,5,6 は改めて言いますね。スタッフの給与と偏りなく払うことね、債権者リスト名簿に記載のある方へ偏りなく返済すること、そして5番が、裁判の円滑な進行に戦いに協力することで、6番、当口座に着金し自由に使えるようになった金額と残高を、借用書の存在する全員に、偏りなく、通知することということ、これが裁判の結果または適法な手続きによってなすべきことを粛々と進めます。はぐらかしです。そして8番、 NHK 問題に取り組むこと、しかるべき機関を設置して対応を進めます。どんな機関やねん。そして最後、3479、拒否いたします。拒否されたもの、政党交付金の議員割は議員が管理すること、これ拒否されました。明確に拒否されました。4番目、政党交付金の使途、大津市斉藤の、両決裁を必要とするおよび会計帳簿をすべて明らかにすること、これ拒否られました。そして7番、これらの約束が保護になった場合、斉藤の離党届を印鑑をして斉藤に渡す、これも拒否されました。そして9番、斉藤を役員に入れること、拒否されました。以上です。これが大津さんの本日の、ズームの、流れで、あった返信でございます。これは全て、予想のできた範囲内です。別に驚く内容でもなければ、まああわよくば大津さんがこの条件を飲んで、気持ちよく、私は党に残って債権者のために、しっかり、まず政党交付金を原資に返していきましょうという話をできればよかったんですけれども、一切前向きな話ができなかったというのが、現在時点でございます。最終の16日にの午前中までには、最終的なこの決断を下さなければならないのですが、まだ保留中でございます。特に会計帳簿を僕に見せろというもの自体もこれも拒否されました。一体何様のつもりやねんと、国会議員もおらず国政政党の代表だと、しかも数字も見せれないと、人の不正を暴くと言っときながら自分が不正できる状態を作り上げていくのかと、そういう状況です。そんな人と一緒にやっていけるのか、非常に疑問を抱いております。これに関しては来週1週間、もう一度再度考えて離党するのか、それとも残留するのか、かなり心苦しいです。
生活費までかけて債権者の方々はやっぱり貸してくれてるんです。それは自己責任って言ったら自己責任かもしれません。自分が貸したんですから。 5% の投資目的、そういうふうにも言われてます。それはそうかもしれないでしょう。ただ貸した金は返せよ、これは当たり前のことなんです。大津さん自身に再度呼びかけたいと思うんですけれども、債務と政党交付金、これ別で考えてほしいんです。政党交付金が入ろうと入らないと、背負った債務はしっかり返済しなければならないんです。政党交付金が入ろうと入らないと、何かしらのお金を作って債務に充てる、それが代表としての務めでしょと、覚悟でしょと。その覚悟もないのに何を言っているんだというふうな私の気持ちをツイッター上ではありますが伝えました。まあ、支持者の方々、そして関係者、仲間の方々には本当申し訳ないなと思うんですが、あと1週間十分に考えてですね、新たな原資に関してはまた党首の方から新たな提案をしてくれると思います。それを踏まえてですね、この総会をもって今回の大津市との交渉の報告とさせていただきます。ご清聴ありがとうございました。斉藤議員の9つの要求は断る理由がないはずです。しかも話し合いが終わる前に一方的に出ていくとは驚きました。そもそも大津彩香は人としてどうなんでしょうか。それではご視聴ありがとうございました。私は、目黒区担当の政治家女子48党首大津彩香です。以上です。 NHK をぶっ壊す大津ホットバカ